さあ、それではお時間になりましたので、エンジニアキャリアデザインウィーク2022トークセッション、女性エンジニアが熱く長く働き続けるにはを始めさせていただきます。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。私は司会進行を務めますフリーアナウンサーの木村彩乃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。エンジニアキャリアデザインウィーク2022は、キンドリルジャパン株式会社、株式会社アウトソーシングテクノロジー、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、株式会社バニッシュスタンダード、他5社の提供でお送りしております。まずはじめに本イベントを主催しているエンジニアタイプについて紹介させていただきます。エンジニアタイプは、1997年の雑誌創刊以来、国内外の優れた技術者、テクノロジー企業、研究者などへの取材を通して、技術者のためのキャリア、転職情報を発信し続けてきたメディアです。そして今回皆様にご参加いただいているエンジニアキャリアデザインウィーク、通称 ECDW は、最新の技術や働き方、キャリア構築のあり方などを指揮者とともに学び、登壇者、参加者同士がつながることを目的とした5日間のオンラインテックカンファレンスです。今年のテーマは Geeks Be Ambitious。仕事に熱い、自分もいい。日本社会に蔓延する閉塞感を打ち破り、世の中を一歩前進させるような総勢26名のイノベーターたちが続々登場いたします。本セッションでは、女性エンジニアが熱く長く働き続けるにはと題し、平野美久さん、戸倉彩さん、池澤彩香さんにご登壇いただきます。さあ、それではカメラとマイクをオンにしてご登場お願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まず最初に自己紹介や今日の意気込みをいただければと思います。では平野さんからお願いいたします。皆さん、はじめまして、シノモン AI という会社をやっております平野と申します。実は最近、子供を第3子を産んだばかりでして、4月に産んでるので、まだ2ヶ月ちょっとなんですけれども、今日は女性エンジニアの方々がたくさんおそらくこう見てらっしゃると思うので、すごく楽しみにしております。また私自身、女性というふうにこうフィーチャーされるのって、以前はこう取り付けではなかった部分があるんですけれども、最近結構考え方が変わりまして、なんかそのあたりとかも今日お話しできればいいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続いて戸倉さん、お願いいたします。はい、ご紹介に預かりました、日本 IBM テクノロジー事業本部でカスタマーサクセス部長というのを務めながら、現在テクノロジーはオープンソースといったようなところを推進するデベロッパーアドボケートという活動もしております。今日の意気込みですが、私20年前にもう駆け出しエンジニアということで IT 業界に入ってきたわけなんですけれども、ちょうどその頃にウーマンタイプという雑誌がありまして、そこで取材いただいたことがありました。そこから20年、私がどうやって今までですね IT 業界で活躍してきたかというと、やはり今回のイベントのタイトルにあるような、自分の中で熱くですね、そして長く働き続けるためにどうしたらいいんだろうっていうのを考えながら、一歩一歩やってきたかなというふうに思っております。今日はぜひ参加されている方々が今後のキャリアデザインのヒントになるような Tips をですね、一つでも多く持ち帰っていただけるように、体験談を交えながらご一緒させていただいている平野さんと、あと池澤さんと一緒にですね、楽しいセッションを皆さんと一緒にお届けしてまいりたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では池澤さん、お願いいたします。はい、皆さんはじめまして、池澤彩香と申します。ソフトウェアエンジニアとして働きながら、情報番組に出たりとかタレント活動を行っています。ずっとフリーランスで大学卒業してからソフトウェアエンジニアをやってきたんですけれども、この6月から結構大きめのテックカンパニーにエンジニアとして就職しました。業務内容としては、お客さん向けにプロトタイプアプリケーションとかをいっぱい作るような仕事になる予定です。現在は、研修漬けになっております。
なので今回は転職も大きなテーマにの一つになると思うので、そういったお話をできればいいかなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、この後本トークセッション入ってまいりますが、後半には視聴者の皆様からの質疑応答のお時間も設けております。質問やご相談などある方は質問ツールスライドから記入をお願いいたします。こちらセッション中でも構いません。スライドは登録不要無料の質問ツールです。表示されている QR コードを読み込んでいただくか、スライドで検索してハッシュタグ ECDW0623 ハッシュタグ ECDW0623 で検索していただければ、本セッションの質問ページに行くことができます。この3名に直接聞くことのできるとても貴重な機会だと思いますので、ぜひお待ちしております。さあ、それでは早速トーク テーマです。今回のセッションでは、技術を極めてスペシャリストになる、マネジメントスキルをつける、そして起業する、女性エンジニアが自分らしく仕事を続けるためのキャリア選択とはということで、女性エンジニアならではのキャリアの壁乗り越え方を語っていただければと思います。では最初のトークテーマ1は、働き方、働く場所、どう選択するです。ではですね、こちらトークテーマに入る前に、先ほど自己紹介でもいただいたんですが、改めて、具体的に現在の業務内容などを聞いてからトークテーマ入りたいと思いますので、平野様、再度お願いしてもよろしいでしょうか。はい、シナモンで言いますと、人工知能会社なんですけれども、企業、お客様で言うと非常にこう大企業が多いんですけれども、大企業、そうですね、企業のデジタルトランスフォーメーションの推進のお手伝いをさせていただいております。で、私自身は、結構こう未来をこう語ることがこう好きなので、お客様にですね、あなたの会社こういう未来がいいと思いますみたいなことをですね、勝手にこういい言って回るっていう、そういうような、業務をしております。ありがとうございます。では徳良さん、お願いします。はい、私は今日本 IBM で去年立ち上がったばかりのカスタマーサクセスのチームで、主にもうご契約いただいているハイブリッドクラウド上で動かす AI であったり、またセキュリティ系だったりですね、そういった製品をお客様に快適にお使いいただく、あるいはどのようにこう利用したらいいのかわからないというお客様には、そういったところの育成であったり技術支援といったところを行っているチームになっていますですので、私も日々ですね、テクニカルなスキルアップをしながら、カスタマー、お客様に寄り添う形で技術でビジネスを加速するようにというようなアプローチを行っているという、そういったお仕事内容になっております。ありがとうございます。では池澤さん、お願いいたします。はい、私は結構軽く先ほど説明してしまったんですけど、よりちょっと詳しい自己紹介をさせていただくと、私がなんかいろいろメディアに出始めたのが確か2006年頃で、東方シンデレラという俳優を輩出するようなオーディションを受けて、そこで、賞を受賞して、芸能界デビューをしました。それが、ファーストキャリアになるので、ファーストキャリアは実はエンジニアではなくて俳優になっておりまして、そこからずっと細々活動を続けてきて、で大学を卒業してから、大学が情報系の学部だったので、情報系の職種もちょっと始めようかなということで、フリーランスで、ソフトウェアエンジニアをしておりまして、フリーランスでソフトウェアエンジニアをしながら細々とまだもう俳優ではなくてタレント業になっていたんですけれども、タレント業を続けておりまして、この6月からはちょっと大きめの会社でソフトウェアエンジニアとして就職をしながら、またずっと2006年頃からずっと続けている活動も並行して行う予定になってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうここまで聞いただけでも、起業された平野さん、そして会社員を長く続けられる徳良さん、そしてフリーから転職された池澤さんと、いろんな多様化
働き方の多様化が見えてきましたが、では今お三方がどのような視点で働き方ですとか働く場所を選択してきたのかを教えていただきたいと思います。では平野さんからお願いできますか。そうですね、私自身で言うと、かなり、自分のこう情熱に突き動かされるままに何もキャリアプランはなくてやってきたなというふうに思うんですけれども、何だかんだ15年以上ですかね、経営者をやる中で思うことというのは伸びるマーケットにいるっていうのがすごく重要だなというふうに思うんですね。伸びるマーケットっていうのはテーマっていう意味でもそうですし、国だとかという意味でもそうなんですけれども、やはりですね、その物事、潮流があるわけですよね。で、潮流がないときに、そういうところに自分がいると、結構大変。もちろんこう、仕事をする上で、大変なときあると思うんですけれども、その、すごく険しい山を登ってるのに、登ってる山がなんかめっちゃちっちゃかったみたいな、なんかそういう感じなんですよね。で一方で、私が昔以前、10年以上前にこうやっていたような、私最初からこう15年ぐらい前に AI 企業を立ち上げてるんですけども、その頃 AI って全く皆さん興味持ってなかったので、その事業自体も失敗してしまったんですけれども、今で言うと、毎日のようにこう AI とか DX っていう言葉が、新聞だとかでも見ると思うんですけれども、伸びるマーケットなんですよね。でそうすると、追い風が吹いているので、その自分が頑張った分が何倍にもなって、こう、帰ってくるっていう感じなんですよ。でまた国でいうと、このシナモンってアジアにも展開しているんですけれども、そういうようなその国という意味でも伸びるマーケット、これからだとインドだとか、アフリカというところになると思いますけれども、そういったタイミングっていうのをすごく意識されると働きやすい環境が作れるのではないのかなというふうに思っております。ちなみにそのグローバルな視点からも言って、世界中の女性エンジニアの働き方は多様化してきているって感じることはありますか？そうですね。地域で言うと、台湾とベトナムに拠点があるんですけれども、そちらの方が上の層に女性が多いんですよね。その両方ともカントリーマネージャー女性ですし、私なんか人工知能というか情報科学の専攻だったんですけれども、日本の大学で女性1人だったんですよね。50人近く学生がいる中で、で、かなりそういう女性の割合みたいなものでも違うなというのは感じますね。ありがとうございます。では続いて徳良さんは外資系にいらっしゃるということで、平野さんのご意見を受けてどう感じたかというのと、徳良さんご自身のご意見聞かせていただくことはできますか？はい。そうですね。グローバルな会社に勤めるっていうことは、もう世界中のですね、同じテクノロジーを共通言語としていろんな人たちとつながって、そして可能性を広げていくっていう、そういうチャンスに恵まれている仕事ですし、またあえて私自身はそういったところに自分の身を置くことで、日本というところだけでなくて海外の人たちの、情報をこう仕入れたり、あるいは働き方っていうところの学びもあるでしょうし、またそこで協業することでもっともっと日本で改善できるようなことっていうのを今度は日本に身を置いているので、そこでこう学びをこう還元していくっていうんですかね、あるいはそこでのチャレンジっていうのをやるっていうところはグローバルカンパニーの魅力でもありますし、そういったところで働く時に得られるメリットでもあるかなというふうに思っております。やはり徳良さんというと本当にもう第一人者みたいなイメージが強くて、開発も10種類以上超えるですとか、20年以上前の熱い思いが続いているとか、すごく響くところ皆さんあると思うんですけれども、働く中で何でしょう、フリーランスになってみようとか起業してみようっていう、フリーの時期も一時期あったとは思いますし、職業徳良彩っていう部分もあるとは思うんですけれども、それでもこう一つの企業に居続ける理由とかお考えてどういうところから来ていらっしゃるんでしょうか？そうですね。やはり自分の限られた人生の中でインパクトを重視していこうかなというふうに思いました。
フリーランスの時期であったり、あとスタートアップで CTO を務めた時期もあるのですが、そういったところでは自分の可能性を広げたり、あるいは0から1にする、そういったところを経験することができました。で、そこも非常に魅力的であります。世の中にインパクトですね。ないものをやはり作っていくっていったところでは、インパクトがあるわけなのですが、私自身の中で持っているテクノロジーで実際の社会をポジティブに変えていこうというダイナミックなビジョンを掲げたときに、やはりテクノロジーを開発しているベンダーに所属することによって、そういったより多くの方々と一緒に何かをやっていく、あるいはベンダーという立場でよりですね、そのテクノロジーに対しても直接的に貢献していけるっていうことができるので、ですので、こういろんな体験をしながら現在日本 IBM という会社に落ち着いたという状況になってます。ありがとうございます。その徳良さんのインパクトのお話、池澤さんの転職にもちょっとつながってくるのかななんて勝手ながら思いましたが、池澤さんは長く続けたフリーランスを今年の6月初めて就職されたということですが、なぜそこを選ばれたのか、で実際就職してみてどうでしたかというところを聞かせていただけますか。はい、桐村さんがおっしゃった通り、前職まではフリーランスでソフトウェアエンジニアをしていたんですけれども、人生で初めて就職した理由としては、私今年30歳になるんですけれども、この大学卒業してからずっとフリーランスだったので、このままだと一生フリーランスだなって思ったというのが一番の大きな理由です。30歳になってもやっぱりチームとしての働き方だったりとか、大企業での働き方っていうことが理解しないまま、例えばフリーランスで食べていけなくなって、40とか50とかで新しく、例えばいい会社に就職できるのかと言われたら、ちょっと私はあんまり自信がなくて、そういうイメージもなかったので、ちょっと今のうちにそういう大企業での働き方だとかチームとしての働き方をもうちょっと身につけたいなと思って就職を決めたというところが大きいです。あとはですね、もう一つ理由がありまして、最近はフレックスタイムだったりとか、あとフレックスタイム取り入れている会社が増えてきているので、業務時間もかなり自由になってきていますし、あとリモートで働ける会社もどんどん増えていて、副業 OK の会社も増えていてっていう環境の中で、こう徐々にこうフリーランスとなんかこう環境変わんないなみたいな風に感じる部分もあって、フリーランスのうまみがどんどんなくなってきた今、就職するかという気持ちになり就職しました。そういう流れだったんですね。ちょっと意外なところなどもあったんですけれども、どうでしょう、3名とも本当に違う働き方をする中で、それぞれこう聞いてみたいこととか、それぞれであったりしますかね。そうですね、私はまだでもこれ結構トークテーマ3とつながってきてしまうかもしれないんですけど、やっぱり女性ってこうライフチェンジというかライフイベントがすごい多い中で、そういったことを意識して働き方、働く場所を考えてこられたのか否かっていうのはすごく気になります。どうでしょうか。じゃあ4月に第3子を出産したばかりというのもあって、私もちょっとお答えさせていただきますと、そういうなんかライフイベントみたいなことは全く考えずにこれまでやってきています。で、そうですね、その第1第2子も年子で生まれていますし、なんか正直あまり計画性ない中こうやってきていて、で、どうしてもその自分のこう情熱にこう突き動かされる傾向がすごく多いというのもあって、なんとかなるっていうふうに思ってるんですよね、基本的に。で、本当1人目2人目の時は今よりもその会社の規模も小さかったので、もう退院、出産して帝王切開で出産して退院したもう翌日にはミーティングに参加してるみたいな、なんかそういうような状況でしたね。今はもう少し余裕が、会社の、ね、規模も大きくなってきたので余裕があるんですけれども、本当なんとかなるっていうふうに思っています。その気持ちが大事かな。めちゃくちゃパワフルで驚きました。ありがとうございます。
子供が生まれてから大変さとかって結構なかったですか？そうですね、一人目の時というのは正直思ったよりも楽なんだなと思ったんですよね。まあ、それはあの、まあ、保育園にあの結構すぐに入れたりだとか、まあ、そういうようなあの皆さん の, あの支援があったから、あのそういうふうに思ったよりも楽だったっていうふうに思えたなというふうに思うんですけれども、第2子を年子で産んだ時というのは、まあ、あの上の子が0歳で下の子が妊娠中お腹の中にいて、下の子が1歳半になるまでっていうのは正直あのもう記憶がないぐらいあの大変でしたね。ので年子は大変っていうことをお伝えしておきます。年子大変なんですね。はい、大変です。まあ、双子も大変だと思いますけれども。確かに、はい、ただその年子云々よりも何よりも出産第一子が確か2社目立ち上げた年だと思うんですけれども、そうですね、まあ、立ち上げたというか、このシナモンで、あの、まあ、前身となるあのシナモン、あのシンガポールで2012年に立ち上げているんですけれども、まあ、その事業が、まあ、さっきのこうマーケットの話につながるんですけれども、うまくいかなくって、あの事業を撤退したんですよね。で、そこから、人工知能事業に、まあ、転換したタイミングだったんですけれども、もうあのチームメンバーのほぼ全員を解雇しながら新たな事業を立ち上げるという、なかなかあのハードスイングスなあの日々を送りながら、体もハードスイングスみたいなあのダブルハードでやってました。でも何とかなります。ありがとうございます。ちょっとあまりにパワフルで圧倒されましたし、なんとかなるっていうすごいいいキーワードになるなと思いつつ、人生設計を逆算して考える方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった際に仕事、キャリアでの目的達成と女性としての目的達成がこうぶつかってしまった時の選択はどうしたらいいんだろうとも思いまして、いかがでしょうか。じゃあ徳良さん。はい、そうですね、私はもう本当本当に何度もぶつかって何とか乗り越えてきてますという状況です。うん、私の場合は、ですね、現在シングルマザーをしているんですね。で、実は私は逆算をして結構生きてきたなというふうに今でも振り返ります。あの20年前に取材をですねいただいた時には、私は、自分の中ですごく強い意志として、まあ、技術力があって、例えば交渉能力そして表現力っていうのをバランス取りながら、まあ、国際的に通用するような技術者あるいはプロフェッショナルになりたいっていうのを描いてきたわけなんですけれども、その時から自分に万が一、これはプライベートなイベントもそうかもしれないですし、あるいは万が一自分が怪我してエンジニアでとして活躍できない時が来るかもしれないっていうのを実は想定してたんですね。なのでエンジニアができる時に、はい、できる限りこうたくさんいろんなものを吸収して、まあ、筋トレじゃないですけど、こう筋肉っていうんですかね、技術の貯金みたいなのができるっていうところを、なるべくなのでそれができそうな会社選びっていうのをしていたり、またですね、出産の時はもう会社は、まあ、自分の中では想定通り、仕事から離れるっていうことをして2年間実はブランクがあるんですけれども、その間はもう割り切ってしまって、その間スキルアップをこううまく時間活用してされていらっしゃる方もおられるかと思うんです。私の場合はもう、なかなかこう一人での子育てっていうのも初めてで、時間の制約とも体力的な制約いろいろぶつかってしまったので、そこはもう私は一旦離れて、まあ、できる範囲のこと、例えばまあニュースを見るっていうようなところでトレンドのキャッチアップをなんとなく横目でしとくっていうようなことで、考え方としてはその間 IT 業界を離れて育児でこうキャリアが中断されるっていうより、留学に行ってるみたいな、そんな感覚でですね、でリラックスした感じで、よくそのやれない時間帯置いてかれちゃうみたいな焦りってあると思うんですけれども、まあ、全然なかったわけではないんですけれども、まあ、今はこれは離れてる時期なんだっていうのを私は割り切って、でチャンスが来た時に、エンジニアで復帰するっていうことが望ましかったのですが、これも戦略的にいきなり、まあ、2年間のブランクがあって、
エンジニアの復帰ってなかなかハードルが高いというふうに私の中では感じたので、あえて営業職で IT 業界で復職っていうんですかね、復帰、新しくこう会社応募して入って、でそこで5年以内にエンジニア職に復帰するっていうことで、営業のやっている中で実績ですね、いろんなこう資格取るとか技術的なところでいろんなことをやって実績やることで周り認めていただいてエンジニアになるみたいなのを描いてたんですけれども、まあ、外資に、その時入ると割と頻繁にというか、まあ、1年に1回組織変更だったりいろんな見直しがかかった時にエンジニアのポジションが空いた時、やはりそういう、意志、強い意志が持ってる人、あるいはチャレンジ精神強い人っていうところはノミネーションいただくことができるので、そこでうまくエンジニアの道にまた戻ってっていうことができたので、逆算しながらポイントポイントでやれることやれないことっていうのはうまくこう振り分けながらデザインしてって、こうパズルみたいな感じになるんですけども、そこでつどつど乗り越えていくっていうようなことをやってました。はい、ありがとうございます。課題の解決方法って、こんなに留学っていう発想とかも私はとても意外ですごく励みになるなって思ったので、トークテーマ2の課題解決について移っていきたいと思います。では2番、今女性エンジニアが直面している課題ってということで、まあ、近年女性エンジニアを積極的に採用する企業が増えてきている印象もあります。で、少しずつ業界のジェンダーバイアスは解消されてきているようにも思いますが、そんな今新たに生まれている課題ですとか依然として残されている課題についてあると思うようでしたら教えていただきたかったんですけれど、池澤さん、どんな課題感じられていらっしゃいますか？そうですね、女性のエンジニア増えてきているとはいえ、ちょっと私も新しい会社に入ったんですけれども、結構その会社は女性管理職がすごく多い職場でかなりいいなと思ってたんですけど、私の部署はエンジニアリング系の部署っていうこともあって 3,40 人いる中で女性が私以外ゼロなのはちょっと正直びっくりしました。ちょっとそれはもうちょっと増えた方がいいのかなっていう課題感はあります。あとはですね、女性だから結構技術力が低いと思われることもまだまだ多くて、こう、実際に一緒に働いていて、そう感じられたら、仕方ないと思うんですけれども、実際に一緒に働いていない中でそういうことを言われてしまうと、なんかこう、証明する術もあまりないし、こう、実際にその人からすると低い可能性もあるし、結構、すごい厳しいなと感じることが多いです。実際に優秀な女性エンジニアである友人がいるんですけれども、女性なのに優秀ですごいねみたいな感じで言われることもあったりするみたいで、かなりまだまだジェンダーバイアスが強い業界だなとは感じてます。そんなこと言われてしまうんだとちょっと私はごめんなさい、他の業界なので思ったんですけれども、これってグローバルな視点だとなんだか解決方法とか直近の事例とかで、平野さんとか徳良さんだと何か感じることありますかね？やはりその女性を積極的にその無理やりでもこう活用していくっていうことだと思うんですよね。で、各国で見ると、例えば、スウェーデンでしたっけ、女性がこう首相であったりだとか、そういった、あとノルウェーだとか、もうその油田、あの辺りすると油田あるじゃないですか、油田よりも女性がトップに立ったっていうことの方が、はるかに大きな経済インパクトがあったっていうふうにこうおっしゃったりしてるんですよね、向こうの方々は。なので、いかにこう無理やりでも活用し、プッシュしていくのかっていう視点はすごく大事だと思います。で、この女性エンジニアって本当に数が全く足りていないので、おそらく皆さんすごい引っ張りだこなんじゃないのかなというふうに思うんですね。で、私自身もその女性エンジニアとか女性起業家っていうふうにこうラベリングされることっていうのは結構多くて、なんか何年か前っていうのはなんかそういうふうにちょっとこう言われるのがあんまり好きじゃなかった時期もあったんですけれども、
それが好きじゃなかったのは自分自身別にその男女で何か差があると思っていませんし、まあ、あの女性の方が、ね、その男性よりも少しこう体力がないっていうのはありますけれども、それぐらいで別に能力的に何かその劣ってるかとか、あの理数的が苦手なのかとかっていうと全然そうではないと思うんですよ。単に文化的バイアスがかかっているだけで、まあ、結果的に今女性の例えば理系上が少ないだとか、まあ、そういうことにはなっていると思うんですけれども、でまあ、なので、まあ、そういうふうにこう、まあ、そういった背景があって、あまり、そういうこう、女性エンジニアとかって言われるのはあまり好きではなかったんですけれども、でも、その、大きく考え直すと、まあ、あの、男女雇用機会均等法だとか、もっと昔で言うと、平塚らいちょうさんでしたっけだとか、まあ、そういった方々が、その女性活用っていうことで、まあ、すごく、その、まあ、活動されてきたわけですよね。で、そういったような、その蓄積があって、その、私たちが今、まあ、こういう場にいられるっていうところがあると思うので、そこはすごく感謝すべきだと思っていますし、まあ、今度私もアラフォーなんですけれども、その私たちがその若いその後輩のその女性たちに応援する立場になってきたと思うんですよ。なので、まあ、最近で言うと私はあの何かそのイベントだとかその大事なそのミーティングみたいなものがあったとすると、まあ、一人その女性をあのこちら側でこう連れてっていいかっていうふうにあの主催者の人にあの許可をもらったりだとか、あとその先方のこう企業にも女性参加させてくださいみたいな、あの先方側をねあのさせてくださいみたいなことをこう、まあ、言って、でそうやってこう機会を作ることで、まあ、おそらくそういうのがその、まあ、若い、ね、こう女性の方々にとっては何かその刺激になると思いますし、もしくはその自分をこうアピールするチャンスにもこうなれると思うので、まあ、積極的にそういう場というのは作っていかないといけないというのが、まあ、徐々にその年を重ねた結果あの思っている次第でございます。頼もしいですね。こう社会がっていうとすごくちょっとまだまだかかってしまうのかなと思うんですけど、もうこの3名が実際に変えていってくださるって思うのを聞くだけで、この今日聞いている女性エンジニアさんも勇気が持てるのかななんて勝手ながら思ったんですけれども、最後徳良さんのご意見も聞いてもよろしいですか。はい、はい、あのこれ海外を見ているとこの女性エンジニア直面している課題って、ライフイベントっていうところも、まあ、あの話題としては上がってくるのですが、それよりも私が今注目しているキーワードが2つありまして、1つがアンコンシャスバイアスっていうものですね。これはあのどうしても生きているとバイアスっていうあの、ものが発生してしまうわけなんですけれども、やはり IT 業界で女性がこれまでそんなに、どちらかっていうと、まあ、男性の方が多いっていう環境あるいは歴史っていうのが続いてきている中で、もしかしたらあの、まあ、相手側もそうですし、女性自身の中にもこれはアンコンシャスバイアスが潜んでるんじゃないかなっていうことで、ここのギャップっていうんですかね、これをアンコンシャスバイアスを完全に取り除くことは難しいんですけれども、そこをいかに減らしていくかっていうようなことは割といろんなところで議論されていたり、またそういうワークショップっていうのも活発にあの実践されているケースっていうのが増えてきてるんじゃないかなというふうに感じています。でもう一つがカバーリングっていう考え方になります。これも何かというと、海外の方の学会で発表になった、まあ、人は生きているときに、例えば私は、まあ、あの例えばシングルマザーっていうのを、今はオープンにしているわけなんですけれども、かつてこれはあのオープンにしないっていうことをしていました。理由はやはり子育てしてるから何々できないんじゃないかって言われる、さっきのアンコンシャスバイアスとも紐づいてる部分があるんですけども、それによって自分のチャンスが失われてしまうのが怖かったからなんですね。でそういうふうにあの私たちは会社は、お友達を探すというより、やはり仕事でやっているので全部を晒すオープンにするっていう必要はもちろんないのですが、ただプロとしてどんどんキャリアを歩んでいくときに必要なところと、まあ、カバーする部分っていうのをどうしても意識的にやっているというのがあり、そこを、まあ、男性含めて女性エンジニアを応援している人たちにちゃんと理解してもらう、あるいはそのカバーリングっていうものあること前提でいろんなものを設計するっていうことが大事ですよっていうようなところが、でそこもいろんな研究が始まっており、私もこのカバーリング、自分自身もですね、あのオープンに、いろんなことをオープンにすることで誰かの助けになればというふうに活動しているわけなんですけども、その中でもやはり、
優先順位だったりそのシーンに応じてカバーリングしていかないとやはり自分が、損してしまうというか違う見せ方になってしまうみたいなところは、課題としてあるので、その辺のノウハウっていうのがなかなかまだ蓄積あるいは共有できてないのかなっていうところは今後改善の余地があるかなというふうに捉えております。ありがとうございます。この課題解決方法、余地も含め細かくいろんな方法をいただきましたが、それでは最後のトークテーマ3に移ってまいります。3つ目は熱く長く働き続けるための心がけです。出産育児などのライフイベントによって働き方が変化しやすい女性、場合によっては長期間の休職が必要になることもということで先ほどお話しいただきましたが、そんな場合でも仕事に対する情熱を絶やすことなくいるためにはどうしたら、常に仕事を楽しむために必要な行動や心がけについても教えてくださいということで、結構1とか2でも聞いてきてはしまいたんですけれども、どうでしょう。ではちょっと育休中の平野さんからこういろいろ多分出産を通して変わってきたところとかもあると思うんですけれども、どうでしょう、普段心がけていることってありますか？そうですね、役に立つことをするのか意味があることをするのかということだと思うんですね。でこの役に立つ意味があるの対比というのは山口周さんという方がおっしゃっている言葉なんですけれども、役に立つというのはですね、もう本当、べき論というか、人に承認されたいから役に立つことをするとか、人に感謝されたいから役に立つことをするというか、すごくその外発的な動機になっていると思うんですよ。でそうではなくって、その意味があることをする。役に立つというのは、もう私たち、日本人全体が小さい頃から、そういう役に立つ、立たなければならないみたいな、そういった呪いにかかっていると思うんですね。なので、これを積極的に取り除いていかないといけないというふうに思っています。で、逆にその意味があることをすると、自分が誰のためにどういう世界を作りたくって、仕事をしているのかって、そういうストーリー全般なんですよね。なので、その役に立つみたいなそのべき論で働いていると、どうしてもじゃあ自分がその子供がいてしんどいみたいな、その両立させるのがしんどいみたいな時にべき論の方にこうエネルギーが湧かないんですよ。でも自分にはこういう人たちのためとか、こういう人たちが自分のことを待ってるからっていうふうに思えると、エネルギーがこう湧いてくるんですね。なのでぜひですね、その自分にとって意味があるっていうことを探していただきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。では徳良さんは平野さんの意見を受けてどう思われたかと、徳良さんご自身の意見お伺いできますか？はい、そうですね、一番最後の意味があることを探すってすごく、共感をいたしましたし、私自身もやはり自分の中でビジョンを持つ、要は社会に対してあるいはその自分がエンジニアっていうのを取り外したとしても何を残すことができるんだろう、何をやれるんだろうっていうのを考えたときに、やはり自分の棚卸しなどをですねすることによって、自分にとって意味があると信じられるものと出会えるかどうかってすごく大事だなというふうにも思いました。そういった一つ、アニメの中にあったような心を燃やすものっていうものに出会えることで、この長く続けられるかどうかっていったところすごく関係してくると思いますし、またエンジニア人生というよりも自分自身の人生っていうのを豊かにするために非常にそこはあまりですね、やはりエンジニアだとこう求人活動をしているとどうしてもこう視野が狭くなっていってしまったり、あるいはもう日々のいろんなやることをタスクでですね、そういう余裕がなくなってしまうかもしれないのですが、今日のこのイベント本当に良いテーマでディスカッションなどもあるように、ぜひ皆さんの中で改めて意味のあること、自分にとってやりたいことって何だろうっていうのを見つけていただくきっかけですねにしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。確かに女性だからエンジニアだからって考えてしまっていましたが、もう意味のあることを、心を燃やすこと、すごく大事なことを忘れていてしまったななんてことにも気づかされました。では最後、池澤さんお願いします。はい、
ライフイベントがたくさんあるっていうこともあって、かなりどちらの道にしようかって迷われる方も多いと思うんですけれども、私は20代の間はこう迷ったら面白い方へ行こうっていうすごく単純な評価軸でこう道を決めてきました。確かに結構その迷ったら面白い方へ行くっていう軸でやっていくのは個人的にはかなり良かったなと思っていて、フリーランスだと基本的には好きな仕事をメインで取れるので、やっぱり自分の中で仕事はイコール面白いっていう刷り込みができたっていうことが一番良かったなと思います。なので長く熱く働き続けられるかなとちょっと思ったりしています。一方でかなり30代になってくるとこうライフイベントが増えたりするもより増えたりすることが多いと思うので、今までは結構短期的な視点で考えていたんですけれども、より広く長期的なプランを考えていくっていう必要も出てくるかなと思います。例えばですね、ちょっとフリーランスで出産するのは育休とかないしきついなと思って大企業に例えば転職したとしても、こう育休取れるのって1年間働いた後からだったりするので、そういう制度面の制約とかもどんどん出てくるので、そういう時にはちゃんと下調べをして長期的にプランを組んでいくっていう必要性もあるのかなと思いました。ありがとうございます。ちょっともうこのトークさんであと1時間ぐらい聞いていたいのですが、ちょっと時間が来てしまったので、質疑応答のお時間に移らせていただきます。それではですね、ここからもまだまだ質問を受け付けております。スライドという質問ツールを使ってご質問を集めております。ハッシュタグ ECDW0623で書き込んでいただければと思います。また右上のいいねボタンが多いものからご紹介させていただきますので、ぜひ気になる質問がある方はいいねボタンをお願いいたします。さあ、それでは今一番集まっている問題からですが、ライフステージが変わる前に若手のうちに女性エンジニアが身につけておくと良いスキルはということで、どなかたかご回答お願いしてもよろしいでしょうか。じゃあ私から回答をしてみたいと思います。今振り返ると、やはり IT 業界ですね、業界自体も変わりますし、テクノロジーも変わりますし、また企業もそれに応じて、求めているエンジニアに求めていることもすごく変わったなと思います。なので、若い時に技術力、身につけた技術力がずっと一生使えるかというと、そうではないということを鑑みると、むしろテクニカルスキルもちろん大事なんですけれども、それよりも変化を楽しめるスキルっていうのを身につけておく方が、キャリアデザインの設計はしやすいと思いますし、またいろんな変化があった時に割と心の準備ができる、なんとかなるっていう心の余裕も出てくるんじゃないかなというふうに、思います。ありがとうございます。お二方ともすごくうなずかれていますが、共感するところ多いのかなと思いつつ、その他のご意見などあればお聞きしたいなと思ったんですけれども、皆さん同じ意見ですかね。そうですね。基本的に、いいですかね、話しちゃって。すごくそのドクラさんがおっしゃっていたことに共感していて、で、割となんか皆さん、その勉強しなきゃいけないとか、スキルを身につけないといけないとか、なんかそういうこう、インプットにすごく寄りがちだなっていうのをこう感じているんですね。で、そうではなくって、むしろアウトプット重視の方が、私はいいのではないのかなというふうに思っていて、何かそのブログを書いてみるだとか、そのイベントをこう企画してみるだとか、じゃあイベント企画したらそこでなんかこうパネルでこう自分も話してみるだとか、そういうようなことがこうできてくると、そういう場があると何か話さないといけないので、こうインプットせざるを得ないんですよね。なので、そういうこうアウトプット起点でこう物事のこうサイクルをこう作っていくと、よりトレンドに合ったそのどんどん変化していくわけですから、それをこう吸収しながら、その自分もこう身につけられるし、アピールできるしっていう、そういうなんかいいことづくめなので、インプット重視だと一人の中でこう肩、閉じちゃうので、ぜひアウトプット主義になるといいんじゃないかなというふうに。
確かに3名ともすごくアウトプットの多いっていうイメージ私あったので納得がすごくいきました。ありがとうございます。さあでは続いての質問です。女性エンジニアが全然いない職場なので気軽にキャリアのことを相談できる人がいないことに困っています。そういう場合転職した方がいいでしょうかということで、どなたかお願いできますか。じゃあ私から答えさせていただきます。結構職場に女性がいないとロールモデルがいなくてすごいキャリアプランを迷われるっていう方も多いと思うんですけど、今結構そこの会社の枠を超えた女性コミュニティって、女性エンジニアコミュニティっていうのも増えているので、そういったものに参加するっていうのも一つの手かなと思っています。私自身もその大学時代に参加したインターンが、この女性エンジニアばっかりのインターンが一つあって、その時の友達とかなり情報交換をしたりとか連絡を取り合ってキャリアプランについて相談したりとかしているので、そうした相談できる相手っていうのが社内だけじゃなくて社外にもいるとかなり心強いので、そういったものに参加してみることをお勧めします。木澤さん、ありがとうございます。さあでは続いての質問です。女性エンジニアとしての人生の逆算をするライフプランを立てることができません。まず何をすればいいでしょうということで、やはりここはじゃあ逆算のプロ、徳倉さん、お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね。ライフプラン立てるっていうと、やはり初めてだと身構えてしまうんですね。なので、私もまあ同じように、よく会社で5年後どうなってたいですか？ 10 年後どうなってたいですか？ 10 年後から逆算して考えてみれば、シンプルに分かりませんみたいな、そんなコミュニケーションがすごく積んだっていうことがありました。で、やったことは、まず自分が10年後、ですね、今はもうすごく頻繁に時代が変わるので、例えば5年後でもいいでしょう。その時に自分がどういう状態になってたいのか、何のプロになってたいのかっていうのを妄想することから始めるっていうことからやりました。そしてその妄想が強くなればなるほど、こうなりたいという自分の中の意思決定っていうところも固まってきますし、またそこの解像度を上げていくことによって、妄想がだんだん目標に変わっていき、そこでより逆算するために、例えば、世の中にインパクト残す、じゃあどういうふうにっていうふうになった時に、インパクト残せるためにはこういうテクノロジー、あるいはこういうスキルがあった方がいいよね、そのためには今はこういうことを学んでいこうとか、あるいはこういう、スキルを積めるようなこう仕事に就こうみたいな、そういうことで逆算していけるかなというふうに思いますし、また私このライフプランはアジャイルでどんどんですね、更新していってるということで、一回立てたプラン変えちゃいけないってことはないと思いますので、まあ、ちょっと IT 用語で言うとウォーターフォール的な感じで一旦は置いてみつつ、ただ時代だったりライフがステージがいろいろ変わることによって、いろいろもうぐるぐる小さいアジャイル的にですね、プランの中身細かい部分っていうのを変えていくっていう自分ならではのプランっていうのを持たれるといいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。さあそれでは続いて最後の質問になってしまうんですけれども、2つ似ているようなのでまとめさせていただきますね。産休育休を経て職場に戻ってきた時にエンジニアとして仕事についていけるのか、でさらにもう一人の方は今育休中なのですが、子供がいる状態で学び続けるしんどさを感じています。このままで本当に復職できるのか不安ですということで、徳倉さん、平野さん、どちらかからお答えお願いしてもよろしいですか。ちょっと私からお答えさせていただきますと、ちょっとこう不安な気持ちがあるっていうのは、それはおそらく誰しもそうだと思うんですけれども、とりあえずこう復職してみるっていうのがもう行動に出てしまうのがいいのかなというふうに思います。実際復職してみると、なんか不安になってる暇もなくなるぐらい大変だったりはするんですけれども、でまたですね、産休育休っていうふうにこう書かれていますけれども、私はそんなに長く離れるっていうのはお勧めしていないんですね。で3ヶ月くらいで復帰するのが、出産後3ヶ月くらいで復帰されるのがいいのではないのかなというふうに思っていて、やはり長く離れてしまいますと、肌感というか、その最前線感ってどうしてもこう自分に失われてしまいますし、でより重要なのは、いかにそのサポートしてくれる旦那さん、そのパートナーの方をこう見つけるのかっていうこと
で、まあ、時短というのは全然ありだと思っているんですけれども、長くその離れるのはあまり良くないのではないのかなというふうに思っています。ありがとうございます。では徳良さん、お願いします。はい、私はですね、これ職業徳良彩っていうあのニックネームを使っているところに関係するんですけれども、やはり、まあ、自分から逃げることってできないんですよね。なのでそういった時にまあ、不安な気持ちはあるので、そこは一旦受け止めると、自分と向き合うってこともすごく大事だなと思っています。ただやはりそこにこんなことやりたいという希望があるのであれば、そこを勇気を持ってやっていただきたいと思いますし、また周り意外とですね、さっきのコミュニティだったりいろんな社外のつながりっていうのも、オープンになってきていたりするので、ネットで検索するといろんなそういった経験ある人の、記事だったり、あるいはそういう人の直接、まあ、今日もそうだと思うんですけれども、いろんな話を聞くことができるので、そういったところで、あ、この人のやり方いいなっていうのは真似していただいたり、いいとこ取りをしていただいて、まあ、安心感を得たり、あるいは実際にやってみるっていうところ、あとテクノロジーってどんどん先ほど変わるってお伝えしましたが、私の場合、まあ、2年ですね、ブランクがあって、2年でクラウドの世界めちゃめちゃ変わっちゃったんですよね。ただその時新しいものが出てくると、2年間ずっと仕事してた人も結局初心者になって一緒に勉強しないといけないみたいなところを何回か見てきた時に、やっぱりそれをやりたいかやりたくないかっていうところが最後重要なのかなというふうに思ったので、やれるかやれないかっていうより、やりたいかやりたくないか、そういう気持ちで、グロスマインドセットっていう言葉が あるんですけれども、自分がそれをやるためにどうしたらいいかっていう思考を、ぜひ身につけていただくことで、まあ、なんとかなる、あるいはどういうふうにやったらできるんだろうっていう、そっちにエネルギーを使った方が得策かなっていうのが私の過去の経験からの学びになります。ありがとうございます。では私ちょっと最後の質問と言ったんですけれども、もう一個似たような質問あったので、ここを池澤さんに聞いてから終了にしたいと思ったのですが、答えられるかな、育児系だとの次にですね、その女性の不調をどう工夫して乗り越えているかという質問があったので、はい、育休産休に関わらずやはり女性として体調の不調もあると思ったので、うん、池澤さんの工夫聞きたいなと思います。で、何か日頃気をつけていること最後お伺いできますか？そうですね、体調が悪いと思った時は無理しないっていうのがすごい一般的な回答になっちゃうんですけど、いいかなと思います。かなり、やっぱり体調が悪くていろんな人に迷惑をかけてしまってると思えば思うほど、多分心理的に負荷が高くなってさらに体調が悪くなってしまうと思うので、もう体調が悪い時は休んだりとか、あとは小休憩でもいいと思うので、15分ぐらいハーブティーを飲みながら休むとか、そうされるといいのかなと思います。ありがとうございました。皆さんいろんなステージにいながらそれぞれ工夫があるからこそ輝いているんだなということがよく伝わってきました。では最後にですね、本日の感想ですとか告知などあればお願いしたいなと思ったのですが、では平野さんからお願いできますか？私たちも絶賛エンジニアの方々大募集中ですので、もしシナモン、だとかこう AI に、だとかデジタルトランスフォーメーションにご興味ある方はぜひ応募していただければ嬉しいです。別に応募とまで言わなくてもカジュアルに話すみたいなご機会でもいいと思いますし、ご連絡いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では徳良さん、お願いいたします。はい、はい、私は最後皆さんにメッセージでお届けしたいことがありまして、ぜひですね、これからエンジニアキャリアを歩もうとされている方、あるいは継続されたい方、ぜひ3つのことをやっていただきたいなというふうに思ってます。まず1つ目が、自分にいい質問をたくさんしてあげてください。自分が何をやりたいのか、そして、この体調もそうですね、自分が疲れてないかっていうようなこと、自分に質問してあげる、自分と向き合うということをやる。あと2つ目が、自分をもっと褒めてあげてほしいなと思います。私たち女性エンジニアはですね、いろんなやはり取り巻く環境もそうですし、まだまだやれることたくさんある道半ばの、ところで一生懸命、こうチャレンジしているわけなので、もっともっと褒めるっていうことを、やる
っていうこともモチベーション維持に関わってくるかなというふうに思ってます。また自分の最後はですね、自分の可能性をぜひ信じてください。先ほどの復職できるかな、いろいろ不安あると思います。私もすごく不安だなと思った時もありますが、いやでも、やれる、きっと自分ならやれるっていうことをですね、自分を信じるっていう、他にこういろんな応援してくれる人もちろんいるんですけれども、やっぱり最後は自分のが自分をこうの人生をグリップ握っているわけなので、信じてあげる、どんなことがあっても自分だけは自分を信じる、これをもうやっていただいて、ぜひ IT 業界で皆さんが活躍できるようにですね、今回を通じてキャリアデザインっていうところを楽しんでいただければなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後、池澤さんお願いいたします。そうですね、今回平野さんと倉さんの話をお聞きしていても感じたんですけれども、やっぱりその方が置かれている状況っていうのはみんな違うし、あと体調も人によって全然違うし、あと子どもの体質とか性格とかも全然違うし、何人いるかとかもみんな違うので、やっぱり他人と比べて自分はこうだから自分はまだまだできてないって感じてしまうことって少なくないと思うんですけれども、もうそう、もう人によって違うからそんなこと思わずに、もうちょっと自己肯定感を上げて自分を、もう徳倉さんおっしゃってたように褒めて褒めて褒めて今後のキャリア歩んでいってほしいなと思います。私自身もちょっと、もうちょっと自分のことを褒めようと思いました。ありがとうございました。さあ、それではここまで平野さん、徳倉さん、池澤さん、本当に素敵な話をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではありがとうございます。最後にエンジニアタイプを運営するキャリアデザインセンターより、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト、女の転職タイプのご案内です。会員の8割が20代から30代の女性。人気のエンジニア求人も多数掲載中。育児と両立できる、ブランクありなどのこだわり検索や、会社との相性から探すなど、女性に嬉しい機能で転職活動を行うことができます。ぜひ女の転職タイプで検索してみてください。またアプリ版もございますので、ストアから女の転職タイプで検索いただくか、スライドの QR コードを読み取ってぜひご登録ください。それでは本日のセッションは以上となります。 Zoom を閉じるとアンケート画面が表示されますので、ぜひ回答にご協力ください。ご協力いただいた方の中から抽選でAmazon ギフト券3000円分をプレゼントいたします。ECDW2022 はまだまだ続きます。本日18時30分午後6時半からは、メタバースで叶える理想の未来の実現と成長です。ぜひご参加ください。さあ、それでは改めまして、平野さん、徳田さん、池澤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてご参加いただいた皆様も誠にありがとうございました。